はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきたいと思います。はい、今回は最下位ですね、浅草サンダーボルト戦ですね。メンソーレ那覇キャピタル東京と2連敗しております。というわけで勝率が5割に戻ってしまったわけですが、そうですね、6勝6敗2引き分け5割ですね。まあゴール数とともに早く巻き返していきたいと思います。緑と7個か。その前にですね、1周練習試合がありますので、その練習試合を行いたいと思います。函館ペンタゴンで行ってみるか。戦術、もう思い切ったことをやってきます。これはないでしょうという戦術ですね。ヒラリーかな。クラリスかな。サヨと入れ替えましょう。キーパー広岡ですね。カナを入れまして、ミホに代わってカルメ、節子かな、久しぶりの節子、マナミかな、ちょっとジェネットが疲れてますので、これはリオに交代したいと思います。で、エリカとユーナを使っていきます。そしてですね、マークをどうするか。ノエルはまあ当たり前ですね。こう上がってくるかもしれない。もうノエルに渡さないということを徹底したいと思います。さあ、このフォーメーションでどうなるんだろう。さあ、前に出た、なんかオフサイド多そう。ユーナ、うまくいかない。ナイス節子、ボールを確保するのをしとくろ。っていうかゴールがら空きじゃん。オフサイドですね。かなり守備のラインも上がっているので、オフサイド多くなるのかな。ドリブルで持ってこられた場合が怖いですよね。あとはインターセプトされた場合、ゴール前で。カナ、クラリス、あーっと捉えてしまった。さあ、ここは危ないですね。でもフォーメーションあんまり関係ないような。外に出しましたね。徹底攻撃布陣ですよこれ。さあ、ノエル、これはやばいと、うまい疲労が取りました。ロングパス、ファールですね。ユーナ、センタリングから、ここゴールは。さあ、具志堅、一気に攻め合い、戻らないといけない。慌てて戻る。
オフサイドですか。不用意ですね、ちょっと。さあ、もうボールがなんか結構入れ替わってますね。さあ、ひらり。うまい、ひらり。さあ、ゴール前。これはコーナーキックです。ゆきよ、さよ。ちょっとこれは流れた。逆にピンチとなります。はい。そこでやられるとちょっと嫌ですよね。もう藤森が自分で飛び込んでくる。なんか両方ともパッとしない感じですよね。試合終了。スコアレスドローでした。お、怪我してるのかな？これは危なかったですね。うちの蔵結構いいみたいです。これもうちの蔵飛び込んできましたからね。やっぱり、ちょっと、オーバーすぎる感じはします。と、コーナー全然決められなかったのが意外でした。やっぱり決定力。